長浜神社は、島根県出雲市、西園町にある神社である、出雲国神仏霊場第19番。島根半島の西の付け根のあたり、出雲国風土器所在の、そのの長浜、もしくは、その松山に否定される、砂丘地帯の近くにある妙見山に鎮座する。スポーツ、勝利の神として、信仰を集める。国引き神話の主人公である。 八つかお水の命を主祭神とし、布御門か神,神、おみまめ、八つ神を灰神として祀る。布御門か命、おみまめ、八つ命は、古事記のスサノオの系譜に名前のみ登場する神である。その系譜では、おみまめ、八つ命と、布御門か命は、夫婦となっているが、この神社では、おみまめ、八つ命は八つかお水の命の子ということになっている。一方、 八つかみを水の命と、おみまめ、八つ神は、同一神とする説もある。出雲国風土器出雲群上に、記載の、出雲社、演劇式新名帳記載の、出雲神社に否定する説がある。しかし、長浜神社の鎮座する地域は明らかに、新門軍の領域である。中世から近世にかけては、妙見社、その村妙見神社などと呼ばれた。明治5年に、 現在の社名となった。遠方3年に社殿が消失し、松江藩主、松平綱金の命によって造営された。例祭日は10月13日である。毎年10月の上から、中旬の日曜日には、国引き神話にちなんだジャンボツな引き大会が行われる。千家俊信、出雲国式社交など、ありがとうございます。